Thank you.
Thank you.
あ、入ってますね。おし、見ていこう。しゃべるよ。しゃべるよ。1分前。おし。あと1分だね。自宅は音楽いいよね。こんばんは、どうもこんばんは。最新の映画の話もしてるので、この放送は映画好きが多いな。1分前だよ。来た。来週思い出のマーニーだって。あ、ごめんごめんごめん。来た。今日大人気だよ。今日見たいポイント2万3000だって。年上からね、ちびっこまで大好きなジブリだからね。今日は見てこう。真っ黒。そうね、何の画像出そうか悩んでるんですよね。
ちょっとまあ状況に合わせた画像を持ってこよう。魔女の画像でお願いします。わかった。あ、こっちパイカルさんいらっしゃい。どうもいらっしゃい。昼間にはトレンド入りしてた。今日の町田くん3日ぐらい前からずっとテレビやってるよね。コナン君の声の人だよ。初期服機器。コナンの声やってる人だ。魔女なんですか？あ、この放送に見たことない人いる。魔女の宅急便だからね。魔女がどう絡んでくるかな。娘と旦那のキキとお父さんごっこのアップ始まりました。ほう、あ、そっか、あのシーンか。猫は喋ってる。ネタバレなしでいこう。よし、ダメなしでいこう。猫の目何？ジジ。おっと、まだ出てないキャラの名前出てるぞ。うわっ、猫は閉めて普通ですよ。普通か、普通だよな。あ、こいらっしゃい。昔の魔女はほうきで空飛ぶ。今の魔女はダイソン飛ぶよ。ダイソンは恥ずかしくない？スティック掃除機の方。最後の方に宮崎駿出てなかったっけ？お、君はマニアだね。一瞬出てるらしいね。最近キャンプでリアクション指南してくるアヒル見られてるから、え、なんだろう、リアクなるほど
え、守るってアヒルだっけ。なんかカモかと思った。緑だし。なんでカボチャパンツ履いてるの。そうだな、そういう時代なのかな。ラジオはあるから近代だよね。携帯電話は出てくるっけ。ディスコ。この作品ないか、携帯電話は。あのパンツは宮崎駿の趣味らしいよ。へえ。かぼちゃパンツ、まあ少女感あるよね。あ、ワクワクする。うわ、姿勢制御がなったらやり直し。いや、もう出てったよ。ずっと鳴らしたんだな。風の表現したい、 スカートたなびかせたいけど怒られちゃう。せやかぼちゃや。いや、ダメでしょ。ダメでしょ。パンツは余計ダメでしょ。この入りが最高なんだよな。ジブリ史上一番好き。いやー、最高。ラジオつけてオープニング始まるって綺麗だよな。いやー、どうよパイカルさん、やっぱジブリはいいな。いいわ、好きだわ、一番好き。ついにラジオつけてるね。最強のオープニングミュージック導入。キキがこう背伸びしたい感じ出てるしね。キキの歌じゃないんだよなこれ。ラジオで流れてる挿入歌だからね。YouTube 以外どこで発信してるんですか？ニコニコ生放送です。お、うららハロか。お好きなところでご視聴ください。YouTube なんか軽いのかな？ニコニコはちょっとしたゲームがあるぞ。荒井由実好きだよなーって。これ歌ってる人？音楽とオープニングだったらガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもおすすめ。わかんない。へえ。ジブリじゃないの分かった。先輩だ。パイセン。このタイムラジオ家にあるよって。へぇー。ラジオはあんま触んないなぁ。いい人なんだよなぁ。ちゃんと応援してくれんだよな。
あの黒猫の父はあのサンリオのマイメロディーと同じ声だからね。この時期の天気予報で当てにならない。まあ、あれか、技術がないのか。危機が、そうなってしまうのは、その情報はどこで聞いたんだい？どうなんだろうね。なんか、それね、押してたけどね、ストーリー追ってるとやっぱちょっと違うっぽいけどね。あの先輩魔女は実は旅失敗っていう話もあるけどね。どうなんだろう。いやなんか違う気がする。天気予報はあくまで予報だからね。そっか。まあでも空とか見て、あれこの時さすがに航空写真とかはないでしょうね。今ほら Google マップとかで地球見れるからさ、リアルタイムのなんか台風の目とか見れるから、この時はないだろうね。どうやって予報するんだろう。じゃあまあ魔法が使えればね。うひぃ。パンツ。気象衛星ひまわりあるぜって。あー、でも別にここ日本じゃないしな。ここどこだ、イタリアあたりかな。ワックワクするわ。風が鳴いてる、降る。そうやって予報するの。中二病だったか。貨物列車か、見たことないな。あぶね。ラジオで地域言ってたけど忘れたな。いい曲、曲いいよな。こんなにパンツ出るっけ、この作品。この音楽学校で掃除の時流れてましたよ。あー、まあジブリの音楽はねえ、あってトトロとか小学1年生2年生で歌うよね。歌ったことあります？キョビ歌ったから。JR 貨物は、いやーどうだろう、あんまり見たことないな。いやないかもね。いやこういうなんだろう、木組みのやつはないかな。貨物な貨物はないです。あ、これいらっしゃい。うちに同じほうきがあったので小さい頃それにまたがって遊んどきありましたよ。へー、飛べた。飛びました。いいね。フランスかな。フランスよりはイタリアよりなイメージ。時計塔。あ、こっちいらっしゃい。お邪魔します。どうもいらっしゃいませ。生放送ですね。生ライブです。それで、危機の真似して、両足、
足首複雑骨折したやついたんだぜ。あぶねえ。優雅に飛ぶね。危ない。うわあ。大事故だ。時計塔ならイギリスだよな。ビッグベンかあれ。なんか逃げてる。あ、捕まった。この街どこなんだろうね。どこなんだろう。あ、そうか、山寺さんか。あ、CM、つうわけで今日は、魔女の宅急便を見るぜ。魔女の宅急便は、まあ頻度高いか。でも1年に1回やるかやらないかだね。ネタバレ、ネタバレ。ネタバレ。おそのさんって誰なのかな。泥棒って言い方が好き。泥棒、あの声どっかで聞いたことあるなぁ。星、いや月、女装したらなかなか生えそうな声だ。おそのさんって誰、わかんなんだろうね。今この放送にね、あの初見の人いるんで、おそのさんって誰でしょうね。誰だろう、わかん、誰かなあ。見てたらわかるかもしれない。さすがにジブリはもうね、みんな知ってるだろうという体で流してんだろうな。金曜ロードショー。正解わかります？はい、何でしょうか。さあ正解何でしょうか。お、いや覚えてないけど何度も見てましたけどね。チセさんいらっしゃいませ。はい、どれでしょうか。せーの、どん。いや、トマトじゃないかなって思ってるけどね。イタリアっぽいから。結構重要な人だよとか言っちゃダメだよ。いや、通りすがりかもしれないじゃないか。いや、ネタバレダメだよ。マジ作一番好き。私的には一番、ナンバーワン作品？ほう。でもね、町宅はいいよね。待って、欠点ないじゃんね。いや、まとまりが綺麗でめちゃくちゃいいよな。トマト、全問正解目指す？トマトじゃないかなーって思うけど、トマトがあった気がする。かまいたちのネタ M1 でしたね。トトロを一一回も見たことがない男というネタが、いや見た見た、 M1 で見た。すごい自慢だった。トトロ一回見たことない。決勝戦だっけそれ。いいネタでしたが。初見数、おっと初見さんだ。初見さんいらっしゃい。どうもー、ごゆっくりどうぞ。一緒に見ようぜ。日本テレビチャンネルで言うと4チャンネルかな。今日はジブリやってんだ。始まった。これ答えてなんだろう。
キョンピ、あのリモコンなくしちゃったんでね、あの参加できないんですよ、あれに。なんか来た。え、新一？え、ウォーリー？危ね。怒ってるわ。あの服見たことないですか？トレンディーな服。あ、上着をこう首元でこう湯わいてるんすよ。トレンディーだわ。犬夜叉の声、犬夜叉の声だね。サンデーボイス。クマ、新一、犬夜叉、ウソップ。あ、そうか、バーロード、新一両方いるね。実写版藤森。オリラジ。ランマでも共演してるな。ランマなんだろう。ちゃんと包んでる。細かいわ。綺麗、街並み。結構です、プンスコ。かわいいんご。タレントの志村さん大変だねって。治るといいけどね。呼吸器必要なとこまで行ったらしいからね。治るといいけどな。どっかで見たな。この奥さんの声優さん誰だろう。アンパンマンの人だよな。戸田恵子さんだよな。すげえ、これも出てんのかよ。だよな、だってアンパンマン日本テレビだしな。そうだよな、そうだよ。すごいな、戸田恵子さんか。アンパンマンの声の人で、トイストーリー4の、なんだっけ、ボーか。街中に出てくるあれがなぜか怖かったですよ。あー、まあでもな、後半ね大変なことになっちゃうからね。パンダ、フランスパンだね。アンパンマンがパン屋さんやってる。ほんとだ。ジャムおじさん、うぅ。お腹すいたなー。
ツナマヨパン食べたい。声低いな。工房だぜ。あ、コーン、お、今日元気いいな。いらっしゃい、どうも。コーヒーだ。猫舌。みんな超新数ネタ知ってるかい？おそのさん、あ、玉ねぎだったか。玉ねぎか。イタリアじゃないのかな。声優さん誰が一番好き？マジで答えていい？ほうちゅうさん、中田ジョージ。まあ、使ってない部屋だからね。うわぁ、ほこり。皮肉。またネギ？玉ねぎだよ。このシーンやけに印象残ってる。ダメ、目を離す隙はないな。チェッチェッ、気取ってやんの。気に食わない猫ができてしまったな。ラジオ。ほうちゅうさん、アメリカ人よりもアメリカ人超えの人と言われているよ。ボイボイ。わかる、ボイね。ほうちゅうさんがやるアメリカ人役って何があったっけかな。ダイハード3はイメージあるけど、それ以外であるかな。あ、あれか、マトリックスか。あー、フルハウスか。古いな、両方とも。寝づらい。これはね、恋の始まりかもねって始まっちゃったかな。アンダーソンくんですよ。木製のトイレだ。好き好き。パン屋の朝は早いぜ。3時4時から始めるからね。ここに隠れん謎、人見知りかな。筋骨隆々だし怖いんかな。
絡みないんだよね。マトリックスは DVD で3作見た。リアルでは見てないって。どっちそれ。あ、映画館でってことか。あれは映画館で見たいですよ、特に3は。見たことないけど。筋肉すげえな。乙女がお手洗い行くなんて思いたくないし。あ、でも確かにちょっとね、乙女なとこありますもんね。教育がしっかりされている。チラッ。かっこいい。猫好きに悪いやつはいないぜ。かわいい。なだぎたけし。デュラン。マッキーだ。確かに顔似てるかもしれない。かっけえなー。なだぎ見ないなー。優しい。なんで乱す、捨てたんだ。そこ熱いよな。よろしくね。もっと絡みがあってもいいのに。もっと絡んでほしいな。旦那さん好きよ。旦那さん好きなのに。おそのさん大好き。君旦那さん好き。おそのさんも好きだけど。猫魂。言うほど騙してないけど。危ない。髪色赤いボブで妊娠した時にめっちゃおそのさんって言われてました。はあ、ボブか。赤毛ボブ。おそのさんお腹大きいね。黒。一番大笑いした映画は音楽って映画だったけど傑作だったよって。へえ、ジャンルは？大笑いってことは？ネタ的なやつ？黒猫。旦那さんいいキャラしてるよね。好きなんだけどな。あー、そっか、この作品見るとな、ホットケーキ食いたくなるな。赤い靴。あれ何？ C に車線って、あれどこの国？これだ。あれどこの国？ユーロの前。魔女子さん。魔女子さん。あ、それか。セント。じゃあ、アメリカなのかな。でも日本だぜ。セントかな。違うじゃん、ユーロじゃん。やられた。ユーロか、ヨーロッパだ。あ、それそれそれ。
じゃあそれ銭湯？じゃあアメリカか。わー恥ずかしい。銭湯って言った人とこれ書いた人違ったわ。そうかそうかごめん。あじゃあ銭湯か。あなるほどね。お恥ずかしい。おそのさんがおしゃべりな分寡黙な方が旦那さんの方がキャラ立ちますよね。そんなこと考えてキャラで出してんのがすごいな。C にシャあの棒が入ってるんですけど、これ何のマークでしょう。なんか牛乳飲みたくなっちゃうな。それ何のマークだろう。それは日本じゃないか。それなんだろう。銭湯だな。なんだよこれ。これ何の言葉で分かんないよ。なるほど。今日も大喜利の熱が入ってんな。ごめんな、来週大喜利ないから。許しておくれ。今、がっつり大喜利していいから。そりゃ知らないな、お風呂入りたいな。スウェーデンが舞台らしいよって。あ、そうなの？スウェーデンも銭湯あるの？なるほど、そういうことか。銭湯だけに銭湯ってことね。なー、やられた。そうか、そういうことか。感服いたしますよ。なるほど、銭湯の話したからか。ババンババンバンバン。トリフ知ってるじゃん。年代バレるよ。この曲調どな、この曲調は、あでも確かにスウェーデンっぽいかも。銭湯で銭湯に立って銭湯いた、はいはいはい、アビバアビバ。お、あぶね。綺麗な人じゃ。マッキー、紙袋に巻かれましたねって。紙袋にもか。黒猫。おもちゃのプレゼントかな。何枚ぐらいかな。銭湯、いやあれドル、まっすぐ飛びますから。だからあれよね、地図上直線距離で行けるんだもんね。これでどうかしら。山崎春のパン祭り汁。こんなにたくさん。ありがとうございます。無料でお皿がもらえます。こんなにたくさん真似たな。真似ましたか。ベルマークはもらってもあんまり実感ないけど、山崎春のパン祭りシールは好きだね。やっぱ集めたら後でもらえる系はずるい。欲しくなっちまうな。航空法違反ですよって。そうね。でもここはほら日本じゃないから。飛べフライ。君なんかカードとか集めてます？
ちょリリースとかしてませんか。悪いな、俺はパスコにかけてんだ。パスコ、パスコって何。パン会社。へえ。あ、超熟の会社か。ウィンディー一番最初ですね。落ちそう。ニャースポジ。あぶね。鳥かごに何で布かぶさってんだろう。鳥かごで検索したらやっぱ書けるみたいだね。いかん。引っかかってました？引っかかってましたね。いや、わかんない。どこだろう。いた？え、今いた？うわあ。あ、まずい。卵を抱いたカラスはやばいよ。ほう。工事用のヘルメット抜かれました。くちばしでってこと。怖っ。じゃ頭、そこに頭があったら貫通。ゴリ押しだー。後頭部にガチュンって衝撃があって。へえ。あなた卵に何したんですか。息 NG。 カラス頭いいな。そうね、ヘルメットは中空洞だから。なるほど。くちばしは何を捉えたら強くなる。なんだろう。愛かな。影武者作戦。あー、尻尾掴まれてる。上のタケコプターかな。あ、じゃあそれで。また口笛ネタが来ると思わなかった。
ペコパかな。カラスに爪剥がされたことありますよって。あ、CM。 すげー、そんな、なんていうの、嫉妬深いというか、なんていうか、ガチだね。へえ。時を戻そう。カナリアがいるからあのラッピングなんだろうな。センスが鬼ですよ。じゃあ、あの黒猫は何なの。可愛いから。カラス。人になれたカラス可愛いよって。へえ。人になれるの、そもそも。人に媚びた方が、餌もらえるってわかるのかな。クラスのわんぱく男子がカラスを捕まえることあるよ。どうやって捕まえんの。へえ。鳥ってほら、餌付けしない方がいいじゃん。集まってきたら糞害とか大変らしい。糞いっぱい落とされて糞害に糞害するし。仲良くなる方法あんの。ハシブトガラスはやばいって。膝乗ってきたことあるよって。へえ、仲いい。 YouTube でカラス飼ってる動画見たことあるんだけど、結構かわいかったよ。へえ、飼えるんだ。なんかコビネみたいなスタイル感じるから、集まってきたリアルエヴァ量産型になるよ。あのシーンだけは勘弁してほしい。へえ。ヘルメットを抜かれた人は鉄塔を登ったら巣があったってだけなんですけどねって。なんで鉄塔を登ったんですか。若気の至りですか。普通鉄塔登らないよ。それ完全に君が悪いじゃない。あ、お仕事。あ、なるほど、ごめん。そうか、仕事ならしょうがないね。そっか、ごめんな。この放送にはワンパク坊主しかないからさ。そっか、仕事か。60メートルの鉄塔なんですけどね。そこに巣作るんだね。まあ死活問題だしね、カラスにとっては。そうか、ヘルメットだから。お、なんかここに探偵がいるぞ。ヘルメットをかぶって鉄塔を登ってるんだから、電柱の仕事なのではないかい。やられましたね。ちょっと言いやりされました。これにて無罪です。へてへて。巣があったの20メートルぐらいのところにありました。へえ。危なくないかな、電気とかそういうの。人工物でも作るんだね。閉廷おじさんかなって、裁判長って言って。 BS4K でエヴァンゲリオン序8-9見たーい。 BS 持ってないよー。エヴァ見たいよー。エヴァマジでやってんの。エヴァ見たい。パン、絵の具だ。ログハウス。
動いた。あ、うまっ。高山みなみが2人。あ、掃除してる。ここお風呂あるんかな。家に暖炉ある。この家金持ちだぞ。いい短パンだな。あ、ショタ好きが反応してる。今月ショタにすげえ接するな。犬好き。犬のテーマ。めちゃくちゃ焦ってる。実家も暖炉あるよ。すごい。こういうの？薪とか石炭とかくべる系の？犬好き。気に入られましたね。優しい。見えた。ジェフ。焚き木使うんですよ。お盆とか帰ったら薪はさせ、令和のこの時代にも薪とか割るんだ。はあ。自分で閉めれるのかな。犬ね。わあ、イーブイみたいな胸投げしてる。いやあ、胸投げいいね。あー、もう見れない。あ、閉めた。暖炉いいな。処理大変だろうけど。ジェフ、犬だな。いい子だね。カラスを飼う場合って狩猟期間を禁止する必要があるって。なんか鳥が落ちててもね、なんか触ったりするとなんか動物愛護法に引っかかるとかって聞いたことある。鳥って扱い難しいんだよな、日本だとな。なんかうろうろしてる。旦那さん、旦那さん好き。お父ちゃん待ってた。あ、
そっか、これ作ったんだ。見てな、見てな、見てな。ああ好き、よし、ここ好きだわ。いいよな、ここ。お父さん広いんだよなって。喋んないのもいいよね、天高いな。V ズの印象悪いんですよ。なんでなんでなんでよ、理由は。暖炉はハウルだなって。ああ、そっか、確かにカルチファー入るもんね。あ、こっちいらっしゃい。お名前なんてんだい。なんかし、でっかい椎茸があるな。暇そう。何ですかって。お名前、お名前。マキさん、ファッションデザイナーか。チッチッ、アサコンチの猫か。漆黒のリザードン、へえ、わかった、見てみよう。この顔何？店番中に依頼あったらどうすんだろう。短パンだ。イーさん短パンだよ。こうクラブ、この短パン違うんだよって。違うの？ウィッチって書いてあった。店開けちゃうよ、いいの？あ、ドリンクも扱ってんだ。6時。頑張れ。箱に芋って書いてあったよって。え、本当に？え、本当？へえ。この発言すごい印象に残る。あ、黒って女子向けなんだな。最後上から荷物押したよね。ちょっと増したよな。ちょっと、かさ増し？まあ、これぐらいかなっていう。目安？
うわ重そう。芋って書いてある。本当だ、じゃがいもの絵描いてあって芋って書いてある。集中すれば重いもの運べるんだねって。どうやって飛んでんだろうね。なんか無限に重いものを持てるわけじゃないんだよね。黒といえばゴスロリだよって。あああこれが黒猫ヤマトの始まりである。そうだったのか。最大積載重量ってのがあって、エンジンと相談する必要があるんですよ。何の話でしょう。おばさん、こらこらこら、ゆいさん、こらこら、まだまだ。なんだろう。ニシンとかぼちゃの包み焼き。このパイうまいの？スターゲイザーパイで検索してみて。もうまあね、伝統のあるものみたいですよ。スターゲイジーか、ゲイジーパイ。こんばんは、いらっしゃい。延岡市情報サイトそれ私的に使っていいの？直訳すると星を見上げるパイ。あ、ゲイジーって見上げるって意味なんだ。ほう、優しい。ここ好き。